一番は痛みが激しかったんで下地を処理するのが大変でしたが、はい、うん、無機質なんでガラス質の表面が出来上がるんで耐候性がすごく高い塗料になります。一応できる限りのことはやっていい仕上がりにはなったと思いますけども、これで初めて来させてもらったんですけども、立派な建物ですんでぜひ将来に向けて今回いい材料を塗って長持ちするような形になっていると思いますんで未来へ保存していってもらえればと思いますけど、はい、まあ、こういうね、足元を代表する歴史的建造物、これをですね将来にわたって保存していくためにはこういった改修工事、塗装工事のやり直し今回やったわけですけど、こういうものは必要なものだもんですから、無事に終わってよかったなと思ってます。非常に綺麗にですね、この赤い塗装が以前はだいぶ剥げてる部分があったんですが、これだけ綺麗にやってもらってよかったなと思ってます。やっぱりこれは歴史的建造物になると思いますので足の田の宝の一つだと思います。これをですね後世に長く伝えていく保存していくための一つのステップとしてやったわけでなんで、その辺も墓参りに来た時にはぜひ、ここからだとよく見えますので、見ていただければありがたいなと思います。